染みついちゃってる。でもなんか全然ショールームできてなかったので、今日はしたいなと思ってたんですけど。そうなんですよ、明日の朝めっちゃ早いんですよ。でも そう、明日4時45分ぐらいに起きないといけない。5時前に起きる。そう、はい、それな、みんな一緒に起きましょう。そうだから今日30分だけ配信しようと思って、あと咳がやばそうなんで。そう、一緒に起きよう。つらおくん、なんか握手会の時もうやばかったんですけど、なんか喋ってる間にマシになってきたって感じだったんですけど、今日はあんまり喋ってなかったから、昨日さ、全然あれなんですけど、昨日なんだっけ、あ、課外活動公演で、昨日ね、でなんか昼公演の時に最後に瀬戸内の声を歌ったんですけど、なんかその時にめっちゃ咳したくって、そう、吐けたやつ、めちゃくちゃ咳をしたかったんですけど、瀬戸内の声を歌ってる時になんかするわけにはいかんと思って、そしたら涙が出てきて、咳がこの辺までも起きてるので、なんかもううーってなって、もう辛くてもう本当にもう辛すぎて涙が止まらないと思って、やばいどうしようと思って、でも吐きれんと思って、そう、よりによって瀬戸内の声なんですよ。でもう速攻で吐けてしまいました。申し訳ない、でびっくりした。そう、なんかめっちゃさ、みんなにさ感極まったって思われてたらどうしようと思って、全然泣いてないのに泣いてる感じで見られてたら嫌やなと思って、全然感動とかしてないんですけど、してないって言ったらあれなんですけど、いや感情は込めてますよ、いつでもいつでも感情は込めてるんですけど、そう、めっちゃそれでさ、フーが目に涙浮かべてる感じやったから、すごい感じやったから、すごい、あこんばんは。そうなんですよ、病院行けたの。明日も夜遅くまで仕事なので行けないんですよ、明日ロケで、やばいです。だからあの今日救急病院行こうかなと思ったんですけど、明日の朝めっちゃ早いから行けないんですよね。市販は買いました、コンタックのやつ買いました。そう、なんか明日もしかしたら夜救急行くか、明後日に病院行くか、あれ、喉のやつ、喉専門のとこ咳とかのところ、インフルかと思いました、この間。そうそう、でもインフルじゃなさげ。
めっちゃ早いのにさ、あ、間違えた、めっちゃ寒いのにさ、暖房つけれないんですよ。乾燥しちゃうから。病院明日行こうよ。いや行きたいんですけどね、時間的に行けないんですよね、どうしても。なんか喉っていうよりかは、なんかスッて吸ったら肺がスッてキュッてなる感じ、どっちかっていうと。あ、でもすごい今日嬉しいことがあったんですよ。そう、すっごい嬉しいことがあったんですよ。マカロニえんぴつさんっていうバンドさんがすっごい好きなんですけど、メールで送ったんですけど、服部さんっていうボーカルの方をフォローしてて、結構最初の方から。で、今日初めてマカロニえんぴつさんっていうワードをツイートしたんですよ。そしたら多分調べてたのかわからないんですけど、フォローバーっていうんですか、フォローバックしてくださって。そう、なんか公式になってから、通知が来てて、その、え、誰やろうと思って、そしたら服部さんで、もうめちゃくちゃ嬉しかった。もうマジで今日のハイライト、マジ今日のハイライトすぎて、すっごい嬉しかったです。もう嬉しい。なんかマカロニえんぴつさん大好きなので嬉しかった、本当に。今日の声も好きっす。今日あれ、なんかスナックにいそうじゃないですか。スナックにいそうな人って感じ。今日、わかる？スナックのママ感ありませんか？今日の感じの声。酒焼けしてる感じですか？アルコール飲んでないんですけどね、飲みすぎちゃってってことにしときますか。私は犯罪になってしまう。そう、そうなんですよね。肺に違和感ある感じ、そうそうそう。スースーする肺が。でもなんか本当に、なんかいつもさ、なんか握手会の時もこの間、え、てか本当に私本当に謎なんですけど、もうこれはなんか言ったんですけど、握手会重ねるたびになんか最近思うなって思ったって日本語が変なんですけど、なんかさ、誰々ちゃんのところに行こうと思うんだみたいな言うじゃないですか。皆さんじゃないけど言う人いるじゃないですか。なんかさ、それにさ、なんか一枚終わっちゃうじゃないですか。
マジもったいなくないですかって思っちゃうんです。私もっと楽しい、私もっと楽しい思うんです本当に。でもさ、もうね、私はもう思うんです。それをもったいないです、それを言うのは。うん、だって貴重な一枚じゃないですか。だからもっと楽しい話しようよって思うんです。だってさ、だってこっちからアイドル側からしたらね、全然すごい、正直すごい悲しい気持ちになってるんです。明るく止めてるけどそうなんだよ本当に、みんなそうなんだよ本当に、みんな明るくね、みんなね、本当に行かないでほしいって、行かないでよとか悲しいって言うじゃないですか。でも本当に心の中はもうでもねものって感じなんですよ本当に土砂降りの涙って感じなんです。そうなんですよ。だからね、楽しい、だから本当に私は結構握手会は楽しんでいいと思ってるタイプなので、行ってもいいと思うんです。いろんな人に、いろんな人にっていうか楽しいところに、いろんな人にっていうか楽しいところに、それに使う1000円がもったいない。みんな大事、1000円はもうだって3食過ごせるじゃないですか。1日で1日3食1000円でいけるんですよ。1日の食費分ですよ皆さん、大事にしなきゃ。1日の食費分を誰々ちゃんのところに行こうかなで終わったらマジもったいないですって思った。なんか本当に3食だっておでんいっぱい食べれちゃう。そうだよ、おでんいっぱい食べれるから、その1000円で。だからもっと大事にしようこれをね、本当は昨日配信で言いたかったんですけど、昨日ね公演終わった後千穂ちゃんとお泊りしててね、いっぱい話し込んでたんです。声死んでたけど。そう、ふうたちは皆さんから時間をいただいてるから、そう1000円の時間、1000円の時間をねいただいてるわけです。楽しい時間を過ごしたいんですよでもみんながね、なんかね、それがね楽しいっていう人もいると思うの。でも行っちゃおうかなって言ってこっちの反応を見るのが楽しいっていう思う方もいると思うんですけど、結構アイドルは絶対悲しいって思う人の方が多いです。だってさ、もしね皆さんがさ、逆の立場は難しいかもしれないけどさ、無視かもしれないけどさ、もし彼女がいました、じゃあさ、その彼女がさ毎日さ、じゃあさ今日は誰々誰々の誰々と二人でご飯に行くんだよねって言われてる感じですわかりますかね。そう、彼女に今日誰々とご飯行くんだよね、毎日言われるんですよ。伝わりますか？でも別れようって言えないんですわかる？わかる？わかります？あ、伝わったっぽい。嬉しい、嬉しいな。そう、悲しくない？それってそれって悲しくないですか？ね、
ピエンの嵐なんだよ。ピエン、私ピエンって使わないんですよ。ピエンって使っちゃダメだから、みんなも教養、ピエンのダメの教養。千穂ちゃんめっちゃ使うからね。今日の用意したおもろい今日の用意したおもろいもうちょっとね、カッカしてるんですよ。もうな、思ったように喋れなくて悲しかった。この間の握手会ももっとみんなとたくさん話したいのに、もう私のおじさんが住んでてマジで言うこと聞いてくれないから、あんって感じでした。今日めっちゃなんか正直です。私思っていることを言ってるんです今。私はそう思ってる。あとまだあるんかいって感じなんですけど、なんかね、なんかね、応援してて全然力になれてないっていう言われるのはすごい悲しいです。言ってる方いるかもしれないし、いないかもしれないんですけど、もうね、本当にもう力にしかなってないから本当に皆さんのおかげで生きてるのでって感じです。本当に私は皆さんのことがそうって思うんです。夢力そうだからね、思うんです。楽しく握手じゃない楽しく応援してほしい。聞いた。みんなが死ぬ。あ、今日は5回ぐらい死ぬかと思った、咳で。私の命のシュッシュが向こうにある。むせる、そう、夜眠れるんかシュシュシュってしてから寝ます。そうなんです。もう思ってることない。もう思ってること、うん、もう言った結構言った。止まらんぬ。命削っていい話、本当に笑かせないでください。今日も笑っちゃう。そう、今日は命、私の、そう、なんかね、陰ながら応援してるよって、表出てこいって思う。表出ておいでって思うんです。おい楽しませるから、表出ておいで。私がそう思うの。草むらから応援してるね。でもアイドルはね、みんなそう思ってると思う。野生のエポンが現れちゃう。じゃあ
ズリの実でズリの実投げて。あ、てかでもすごいいい感じです、感じです。君のことが好きだからね、君のことが好きだからってマジでいい歌詞ですよね。なんかさ、改めて聞くとさ、あれファンの人の側ですよね。めっちゃなんか神曲すぎてびっくりする。いいよね。今日何食べたの教えなさい。今日はラーメン食べました。一蘭に久々に行って、そう、一蘭に行ってねラーメン食べたよ、に行ってねラーメン食べたよ、美味しかった。神だね、ラーメンは神だわ。やっぱりラーメン。そう、チャルメラの曲が流れてました。替え玉したしないよん。一蘭行ってみたい。え、行ってください。行きな行きな、美味しいよ。辛くするんですけど今日は喉のことを考えて2分の1にしといた。本当は今日ね千穂ちゃんと行ったんですけど、あの行きたかったつけ麺の新しくできたお店に行きたかったんですけど並んでて、そうだからね諦めた。今度行く。しかも12時ぐらいに行って、ちょうどぐらいに行ったからめっちゃお昼時でサラリーマンの人とか多くって、そうだから、と思って有利卒校まずね、と思って有利卒校まずね行きたかった LINE しました。そう、ちょっと時間ずらさないとね。そうなんだよね。広島駅のアップルパイ食べた。なんかねこの間ね広島のツアーの時に差し入れであったやつで食べました。めっちゃ美味しかったです。美味しかったです。はじめまして。リンゴ？そう、リンゴ。赤リンゴ。食べた。キング軒の昼増し担々麺食べたことない。キング軒行ったことないです。いつも行こうって思って前日とかまでは行こうって思うんですけど、行こうって思うんですけど、なんか当日になると気分変わる。来週、来月まで握手会ないんですよね。寂しいですね。来月までないのやばくないですか。リリーメンで会うのかな、次ファンの方には。フーはツアー宮城とリリーベかな。
札幌でラーメン食べる予定。なんかね、私ご飯全然食べれない予定です。宮城も厳しいかもって感じ。札幌2公演なんで、多分朝早くからリハして、外出れないので。私次の日岡山でイベントがあるので、トンボ帰りになるので、多分北海道一番滞在時間短い人なので全く楽しめないと思います。なのでみんなが楽しんでるのを見て満足します。ズンダシェイクは、ズンダシェイクは飲む。リリーベが29日にあって、それが4時ぐらいからで、昼帯からで、昼って思ってるので、それで食べれたらいいなって思ってます。北海道に入るのも一番遅いし、北海道から出るのも一番早いので、悲しい。サーモンイクラ丼が食べれない説って感じ。そうなんです、もう私の北海道ピエンやな。ピエンじゃないですよ、ピエンって使わないです。悲しいって言ってください。普通にピエンは使わないです。何ですかピエンって。カナチーも使わないですよ、悲しいです。日本語喋ってください皆さん。そうです、皆さん日本語喋ってください。そうですよ、悲しい時はいいですよ。悲しい時はいいです、時はいいです。もうだって本当にそうですよ。え、千穂ちゃんはマジで日本宇宙人なので。そうなんですよ、千穂ちゃんは宇宙人。怖いよ JK、 千穂ちゃん JK だからさ、本当に何言ってるのか分かんないんですよ。そう、オンオンオンって泣くんです。オンオンって言って泣くんですよ。なんかピエンって言うなとか言ったら、オンオンオンって言って泣くんですよ。本当にもうね、はって言ってますよ、くみんな。は言ってますよ。ほのたんがよく言ってます。ほのたんがもうお前は黙れってよく言ってます。楽屋めっちゃ面白いです。23時、お、じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。やばい、寝れるかな。30位、のりさん、ポイントゆっくり読ん、間違えた、ほんとゆっくり休んでね、ありがとう、ゆっくり休む、ありがとう。29位、ロバさん、ロバさんだって。ふーちゃんにマスターボール投げて。ダメです、マスターボールじゃ私は捕まらない。もっとあれです、ハイプです、ハイプ、やっとこさ。28位、ひらたく、ありがとう。27位、リネ。喉に住んで、すまん、出て行ってください。28位、クッキーうぞ。26位、クッキーさん。25位、しゅんすけさん。24位、かずゆき KK。 うん、 AKB 新聞買ったらふーちゃんの写真出てきた。お、大当たりです、それは。23位、テリー P。 23位、テリー P さん、喉大事にね、それな。2位、ヨッシーさん。21位、ユッケ。
来月初握手行きます。お、サンタさんで待ってます。その頃にはちゃんとまともな喉してます。21、青黒にさん、ふっちゃんサッカーで試合13点って呼ぶの、え、すごい入れ合いって感じ。19位、まきさん、ふーちゃんお大事にね、公演楽しんでね、ね、ツアー楽しみます。18位、なの、ふーちゃんのことが好き好き。17位、としき、握手楽しすぎたよ、喉を大事に、薬飲んで寝ます、薬飲んで寝ます。瀬戸マイクでのやぶこは輝いてました、よかった。マジでめっちゃ久しぶりでした。15位です。15位、おかずさん、うちはいい感じになったよ、楽しみにしてます、ありがとう。14位、もぐもぐパクパク、やぶ倒し、ありがとうございました。13位、セッティンさん、ふーちゃんの本音配信楽しみ、楽しい、喉良くなれ、もう私は本音で生きてるって感じです、ありがとう。12位、ポニ太郎、ふーちゃん大好き、太郎、ふーちゃん大好き、ありがとう。ふーちゃんは最高、これからも押し続けるよ、よろしくな。10位、ポリゴン、昨日公演間違えた、ありがとう、こちらこそありがとうございました。エディオンめっちゃ踊りやすかった。9位、カープさん、ふーちゃんラブ、ありがとう。8位、まさし、ふーお大事に、ありがとう、ほんまに皆さんも気をつけてね、喉、季節の変わり目。7位、ヤギちゃん、ふーさんをさらに好きになった2日間、これからも何卒よろしく。6位、あきあきあきさん、昨日はいっぱいです、ありがとう、大好きやで、ありがとうございました、こちらこそ。5位、カナリアさん、一番は楽しく、そのために喉大事、本当そうです、喉病院行きたい。4位、テンポイントジュニアさん、ありがとうございました、課外活動もありがとう。3位、ナオユー、いつもありがとう、こちらこそ、ユー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 。2位です。2位は浩平、浩平ありがとうございました、白飛びやば、ありがとう。1位です。1位はライナス、風保湿やで、ほんで頑張るんやで、チュ、ありがとう、ありがちゅ。皆さんもありがとうございました、夜遅くまでお付き合いいただき、しかもなんかマジでこんな声で配信してからにもう、どうしよう、今日初めて見た人に、ふーちゃんマジでめっちゃハスキーボイスやんって思われてたら、楽しかったです。寒いので暖かくして寝てください。それではまた、こういう回なんでね、違います、うん。それでは皆さん、一緒に早起き頑張りましょう。ネギマくん、カモネギありがとう、またね、おやすみなさい。